ユベール・フランソワ・グラブロは、フランス生まれの版画家である。1732年から1745年の間、ロンドンで働き、文化における、フランスのスタイルをイギリスに広めた。ウィリアム・ホガースらとロンドンのセント・マーチンズ通りに、ギャラリーや美術学校を運営し、これは、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの先駆けとなったとされる。パリで生まれた。 王立絵画彫刻アカデミーの美術学校で学んだ。あと、父親の資金でローマに留学するが、資金不足でフランスに戻った。フランス領三度までの商売に失敗した後、再び画家のジャンレストゥやフランソワブーシェの弟子になった。当時フランスの知識人の間で、アングロマニアというフランスに比べて比較的自由な生態に憧れる風潮があった。 1715年からロンドンで、版画出版の仕事をしていたった、フランス人、クロード・デュ・ボスクに招かれ、版画家、ベルナール・ピカールの著書、トレート・デ・セレモニーズ・ル・リチューズ・デ・トゥット,ゥトゥ・レネーションズの英語版の制作をするために、ロンドンに移った。その後、1745年までロンドンに住んだ。グラブロの版画のスタイルは、ロンドンの有力な版画家、 ジョージ・バーチューからも注目され、仕事を依頼された。ロンドンのセント・マーチンズ通りのコーヒーハウスに集った文学者や画家たちの一人となり、仲間のウィリアム・ホガースが、宮廷画家だった義父、ジェームズ・ソン・ヒルが残した屋敷の敷地で、美術学校、ストリート・マーティンズ・レーン・アカデミーを運営するようになると、そこで教えた中心的な人物となった。 この学校が1768年に創立されたロイヤルアカデミー・オブ・アーツの非公式の前身とされている。有名な肖像画家トマス・ゲインズ・バラはグラブロに学んだとされる。ロンドンでのグラブロの仕事にはルイス・シオ・ボールドによって1740年に出版されたシェイクスピア全集の挿絵などもある。フランス軍とイギリス軍が戦ったホントノの,の戦いの後、 イギリスで反フランス感情が高まり、グラブロはフランスに帰国しなければならなかった。弟子になっていたトーマス・メジャーとパリに移り、後にメジャーはイギリスの重要な版画家になる。パリでも多くの書籍の挿絵の版画を制作した。パリで没した。ありがとうございます。